わお。わお。Welcome to Gundam。どうもジュリーです。皆さんはもう11月9日ですか？それでもしかしたら2020年ぐらいとか、どんだけですか？その時にまだガンオンがあるんでしょうか？あってほしいと思いつつも、宇宙世紀終わったりして、Gガンとかやってたり。でも2016年ですから、意外、あながち未来でもの話ではないですよ。まあだけど分かんないです。何が起こるか分からないですから、ぜひですね、ガモンには頑張っていただきたいと思いつつ、私は活動しております。皆さんもですね、ぜひガンノを盛り上げていきましょうという感じで、もしかしたら2020年でこれを見てるかもしれませんけども。面白いですね、YouTube はそういうのがね、残りますからね。残るんですよ、ずっと。どういう形であれ。だからぜひですね、皆さんも。溶かすぜ。あ、イフシナのシュナだ。久々のこっちだ。グフじゃねえ。まあ、いっか。ここだ。この上に置いてますかね。ナイススモーク。ナイススモークということで。あそこ壊したの大きいですか。さあすごい戦いになっております。私は銃を入れてないので、銃以外での動きをまあ追求しつつみたいな。別に銃がダメとか言うわけじゃないですけど、ただ天の弱ですから。天の弱なだけです。そんなわけで、まあ3を取ってるんで、そこからどん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  BA に入っていく、この形は正攻法ですね。敵としては嫌ですね。嫌な感じですよね、ガンガン入っていくのは。おっと、危ない。ね、ゼータを食うといいですね。こうなると3は取られてもいいんで、あとは BA をしっかりと。こうなるとかなり有利です。これ大事。3なんかあともう やってしまえばいい。で、3をねかなりいい感じで維持してますね。素晴らしいですね。そんな20年にこれを見ている皆様、オリンピックはどうでしたみたいな。危ねえ、今後ろに当たるとこだった。バレないように、バレないように。危ない。今のクエルはね、真後ろにも反対ありますから、早くやらかすことでした。
よっしゃ、ああその持ち帰り時間大丈夫だと思ったんですけど、まあ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 、ナハトさんが爆発しましたね。さすがナハト。いや、初動がやっぱり3を取ったっての大きいですね。そっから本拠地見たんで、相手本拠地に行ったじゃないですか。それのもあります。そうすると本拠地に守らざるを得ないんで、3維持が長くなって、いてー、ナイスですね。うわー、もったいない。そこは消せですね。あれを使うべきだった。もったいない、とても。地雷はめんどくさいですかね、巻かれるとね。あー、足いってますね。素晴らしいですね。ここ意外といいポイントですね。バレにくいという意味で外してしまいました。届くんです。伸びはいいよ、遅いけどね。ブーストチャージの低さはとモーションの遅さはありますけども、判定は非常に広いです。圧倒的ですね。よろけなければワンチャンあったが、アレックスですね。まあいい感じじゃないですか。これ使っといてもいいかな。20秒待てない待てない今回のパターン。いや、遅せなんで、ここは押しときたいところ。失敗したー。意外と伸びが少ないんですね、この子は。しかし、その代わり根元から判定が出ます。伸びは少ないですけど、そういった強みもあるんで。パワジムはね、パワジムっていうか、あの連邦の T 式は伸びはやはりちょっと足りないところはあるんですけど、ノックオンされるってどういうことですか。危ない危ないですね。ここ危ないですね。素晴らしいですね。このなんだっけ、タンク支援はあのダウンしないんで、よろけないし、こういう最前線においては非常に信頼性の高い支援になっています。ジムクエルですね、これね。違った、助けます。今のザクタンクだったから生き残ったんです。ノーマルだったら死んでます。即死。まあ、相手こうなると入りづらくなりますよね。こうなるとあとは敵が核とかしかなくなる。ここまでいくとね。あとは落ち着いていきましょう。ガン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 格闘は強いですよ、こういうところのね。じゃあ敵の出力等々には気をつけましょう。早く今回そこにしたいですね。今みたいなのももう一発本当はダッシュ打てるんですけど、と思うんですけど、
ゲージの減りが早すぎてね。よいしょ。ほら、オーバーヒートしたでしょ。今2発目出したつもりないんですけどね。これがワンス、これうまくね、ブースト管理がこいつは肝です、うん、当て感もそうですけど、ブースト管理でほぼほぼ決まりますから、いかにオーバーヒートせずに一撃必殺を意識するかっていうのを意識してみてください。あいつを潰したい。あ、終わりました。素晴らしい初動ゲーでした。完全に、まあ、3が大事だと思ったんで私も3に行きましたけども、まあ、見事にドハマりしましたね。素晴らしい試合です。なぜなら右はバトルよりに左右同時にレッツゴーをやると右の方が遠いんですよ。右側配置の方が。なので何か一手を加えないと意外と普通にバトルより取られちゃうっていう。で今回は3行ったり本拠地見たり、相手がバトルエリア来ること、要は左の方がバトルエリア近いんで、その分他に行くことを想定した動きをした、提案した人がいたんで、それは素晴らしかったですね。見事にドハマりした感じです。はい。そんな感じでございました。それでは今回はここまで。いやー、これは素晴らしい。その、初動の流れでほぼ決まったという感じですね。いや、簡単にはこういかないですよ。これはあくまでも綺麗な形になったってだけです。右側は結構大変です。それじゃあ今回はこの辺です。これは素晴らしい試合でした。それじゃあまた次回シルビーチャンネルでお会いしましょう。シルビーでした。